エミリー・ディキンソン、エミリー・エリザベス・ディキンソン、エミリー・エリザベス・ディキンソン、1830年12月10日から1886年5月15日はアメリカの詩人。生前は無名であったが、1700編以上残した作品は世界中で高い評価を受けており、19世紀世界文学史上の天才詩人という名声は今や不動のものとなっている。 エミリー・ディキンソンは、マサチューセッツ州アマーストで、政治や、教育の世界で勢力のあった有名な家庭に生まれた。祖父は、アマースト大学創設者の一人であるサミュエル・フォーラー、ディキンソン、サミュエル・フーラー・ディキンソン、1775年から1838年、である。同大学は、ディキンソンの家から 1.5km ほどのところに、あった。また、 父は弁護士で、同大学の水道係でもあったエドワード・ディ・キンソン。エドワード・ディ・キンソン。1803年から1874年、である。彼は、政治的にも卓越した人物で、1838年から1842年までは、マサチューセッツ州高等裁判所で、1842年から1843年までは、マサチューセッツ州上院議会に勤務。 1852年には、ホイック党員として、アメリカ合衆国会議員に選出された。母、エミリー・ノル・クロス・ディキンソン、エミリー・ノー・クロス・ディキンソン、1804年から1882年は、物静かな人物で、慢性病を患っていた。ウィリアム・オースティン・ディキンソン、ウィリアム・オースティン・ディキンソン、1829年から1895年は、 兄で、オースティンというミドルネームがよく知られいる。彼は後に、エミリーの親友であるスーザン・ギルバート、スーザン・ギルバートと結婚し、エミリーが、生涯の大半を過ごした家の隣で暮らした。妹のラビニア・ノルクロス・ディキンソン、ラビニア・ノークロス・ディキンソン、1833年から1899年は、しばしば、ビニー、ビニーとして知られ、エミリーの死後、 その詩の編集や出版を流した。エミリーは人生の大半を現在はエミリー・ディキンソン・ミュージアム、エミリー・ディキンソン・ミュージアムとして保存されている成果で過ごした。1840年にアマースト中等学校の近くにあった入学の2年前に女子にも門戸の開かれた球団子学校で教育を受ける。そこでは英語学と西洋古典学を専攻し、 ラテン語を学び、アエネアスを数年かけて読んだ。また、宗教、歴史、数学、地理、生物学も同時に学んだ。1847年、17歳のエミリーは、サウスハドレー、サウスハドリーにあるメアリリオンのマウントホリオーク女、学校、現マウントホリオーク大学に学ぶようになった。しかしながら、春に二度目のホームシックにかかったとき、 オースティンはエミリーを実家に連れて帰り、結局、女学校に在籍したのは一年に満たなかった。その後、エミリーが外出したのは、ボストン、ケンブリッジ、コネチカット州に住む親戚のもとを訪れる旅ぐらいで、あった。長い間、通俗的には、エミリーは広場恐怖症的なイントン者として描かれてきた。最近では、もっと広い交際があったという学説が提示されている。 エミリーが、性愛の冒険者であった可能性について、電気作家や批評からの間で、大きな論争となっている。情熱の理解が、いくつかの詩や手紙によって明らかにはされているものの、愛情が向けられている対象についての結論を、導き出す証拠がほとんどない。それに関しては、マスターレター、マスター、レターズと呼ばれる、マスター宛の一連の手紙、後に出版されたが注目されている。 エミリーがある恋人にその手紙を書いていることは明らかなのだが、住所が書かれていない上に、それらが送られたこともないのである。多くの電気作家は、エミリーが父親の友人で、新聞発行人のサミュエル・ボールズや、オーティス・ロード・ハンジ、オーティス・ロードや、チャールズ・ワズワース・牧師、チャールズ・ワズワースらに対して空想的な恋愛をしていると信じきってきた。電気作家はまた、 エミリーが若い頃に女性への空想的な愛着を抱いていたことを発見した。乏しく不明瞭な証拠にもかかわらず、この仮説は人気を博した。そのように主張された1850年頃のエミリー・フォーラー、エミリー・フーラーとの恋愛の後、1851年に教師であるスーザン・ギルバートに恋をした可能性を推測するものもある。しかし、 エミリーの詩におけるマゾヒズムと暴力について批評したカミール・パーリア、コミル・パリアのような急進的な文学批評からはエミリーとスーザンが肉体的関係にあったことを徹底的に否定している。エミリーの詩や手紙の多くは熱のこもった情熱的でエロチックなものであるがエミリーが誰かと肉体的な関係を持ったと信じている電気作家や批評家は少ない。スーザンは エミリーの兄であるオースティン・ディキンソンと1856年に結婚した。エミリーはかつてないほど力を込めて作った自身の死を批評するようスーザンに依頼した。1886年5月15日、死去。死因はブライト病、腎臓疾患の一種であると考えられている。死に際し、家族は800以上の死が記された。 の本40冊を発見したエミリーの詩は他の詩人の作品とは異なっていて、しばしば一目で見分けがつく。バラードと賛美歌の韻律を作る。才能、走行に見られる、ダッシュの多様と型にはまらない。大文字の使用、風変わりな語彙と比喩的描写などにより、独特の叙情詩を作っている。1840年から50年の10年間に、 マサチューセッツ西部を接見した新興復興のただ中にエミリーは詩人という天職を見出した。彼女の死の多くが日常の小さな出来事の繁栄であったり、社会の大きい事件であったりする。その大半は南北戦争中に作られた。南北戦争が死に緊張した感じを与えていると考えている人も多い。エミリーは一時的にではあるが、 自分の詩を出版しようと考えており、文学批評家であるトーマス・ウェントワー、ヒギンソン、トーマス・ウェントワース・ヒギンソンにアドバイスを求めたほどであった。ヒギンソンは直ちに詩人の才能を認めたが、彼がエミリーの詩を当時人気のあったロマン主義的なスタイルに習い、より華麗な文体に改善しようとすると、エミリーはすぐに出版計画への興味を失った。 1886年の死去までに、わずかに7つの死が世に出され、そのうち5つは、スプリングフィールド・リパブリカン史上に掲載された。死後の1890年代に出版された3つの詩集で、エミリーはパワフルな詩人であることが証明されたが、詩人として評価されるのは20世紀を待たなければならなかった。エミリーの死は、その死後、ヒニンソンとメーベル・ルーミストッド、 メイブル・ジュミス・トットによって選集された。トットは収集と整理を、ヒギンソンは編集を行った。彼らは、装甲の句闘法と大文字の使用法を19世紀、後半の聖書法に合わせるため、詩に大幅な編集を加え、時にはエミリーの間違いを減らすために、言葉の置き換えを行うこともあった。1890年、詩集、ポアムズがボストンで発行され、 大変な人気となった。それは1892年の終わりまでに11冊に達したほどである。ポアムズ、セカンドシリーズ、第2週は1891年に発行され、1893年には5冊に達し、第3週は1896年に発行された。エミリーの2冊の書刊集は1894年に出版されたが、それはトットによって、 角に編集とよりわけがなされており、中には日付すら改変されたものがあった。死後の一連の出版によって、エミリーの死は初めて注目を集めることになり、直ちに読者を得た。ヒギンソンとウィリアム・ディーン・ハウエルズ、ウィリアム・ディーン・ハウエルズの好意的な論評や批評の支えもあって、死は1890年から1892年の間、好評を博した。 だが、90年代後半には、否定的な批評が台頭する。トーマス・ベイリー・アルドリッチ、トーマス・ベイリー・アルドリッチは、批評し、アトランティック・マンスリー、アトランティック・マンスリー1892年1月号に、匿名で、影響力のある否定的な批評を掲載した。20世紀初頭には、エミリーの名であるマーサ・ディキンソン・ビアンチ、マーサ・ディキンソン・ビアンチが、 さらなる刺繍のシリーズを出版した。それには、以前には発表されていない詩が多く含まれており、同様に、苦闘法と大文字の使用法が修正されていた。ザ・シングルハウンドが1914年に、ザ・ライフ・アンド・レターズ・オブ・エミリー・ディ・キンソンと、ザ・コンプリート・ポアムズ・オブ・エミリー・ディ・キンソンが1924年に、ファーザ・ポアムズ・オブ・エミリー・ディ・キンソンが1929年に、世に送られた。 トットとビアンチによって編集された他の書籍は段階的に以前には発表されていない詩を公開しつつ、1930年代を通して出版された。現代史の交流に伴い、19世紀における詩系の観念では失敗作だとされていたエミリーの詩はもはや驚くべきものでもなかったし、新しい世代の読者とって不快なものでもなか。そして、 フェミニズムの新しい波によって彼女は女性詩人としてより強い支持を得るようになった。疑いなく彼女の株は上がったが一般的には初期現代詩人の中の偉大な詩人出るとは考えられていなかった。それは1937年に書かれたブラックマー、RP ブラックマーの批評においても明白である。初期に刊行されたテキストは 後の読者にはほとんどを認められなかった。それらは、エミリーの奏功に基づいて華々しく編集が加えられていたからである。エミリーの詩集の新しい完全版 The Poems of エミリー・ディキンソンは、トーマス・ジョンソン、トーマス・エイチ・ジョンソンによって、1955年に3巻にまとめられて出版された。この版は、後のすべてのディキンソン研究の基礎となり、その後の読者に、 エミリーを知らしめた。収められている詩にはタイトルがなく、およその時系列に沿って番号が振ってあり、ダッシュと不規則に使われた、大文字が散りばめられている。また、しばしば極端に言葉が省略されている。それらは、最初、エミリーが残した原稿とできるだけ近い形で出版された。後に出版された注釈本には、代わりの言い回しが多く収録された。それは、 編集の改ざいがより制限された中で読みやすくするためにジョンソンが強いて選んだものであった。後の読者はジョンソンによって活字化された比較的原文に忠実なエミリーのテキストを読むとしても残された問題に注目するだろう。そのテキストはエミリーの原稿がそれらの見た目や図式的な特性が彼女の詩を読む最重要であることを暗示していることを主張しているのである。 ことによると意味のある区別は詩の中で使われるダッシュの長さや角度の際によってあるいはページの中での配置の際によって描かれるのかもしれないと主張されることもった。エミリーの手書きのダッシュを様々な長さや角度の印刷記号を用いることで変化をつけようとする試みが行われてきた版もいくつかある。研究上の基本文献として 標準ジョンソン版にとって変わることを目指した RW ・フランクリンの1998年版では原稿のダッシュにより近くなるように様々な長さのダッシュが使用されている。研究者自身が原稿を見ることで研究がなされなければならないと主張する学者もいる。普通率がしばしば用いられたことによりエミリーが作った詩の多くは 容易に戦律と合わせることが可能である。例えば、I Hard, A Fly イバ z z When, I Died, The Still n ム、s ズ in the Room, Was Like the Stillness in the Air, b i t n the Heaves of Storm. エミリーの詩は、アーロン・コープランド、アーロン・コープランドやニック・ペロス、ニック・ペローズなどの作曲家により、芸術音楽の詩として使用されてきた。また、日本では、 ヒップホップバンドの54から71が、ドアーズとホワットカラーという楽曲に、エミリーの詩を引用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。